方言すみます芸人の梶剛です。高松市では新型コロナウイルス感染予防に配慮する中、新しい生活様式の中で運動する機会を作っていただくため、運動プログラムの動画配信を行っております。僕ね、ちょっと最近体がなまって太り気味なんで、これを見て体を動かしたいと思いますので、皆さんも一緒に運動しましょう。皆さんこんにちは。プロ野球独立リーグ四国アイランドリーグプラスに所属しております香川オリーブガイナーズの主将堀北です。さて今回は高松市トップスポーツチームチャレンジ動画野球バッティング編となります。今回は打撃練習で必要となるティーバッティングを行う際のポイント解説を行います。外野手の高木です。ティーバッティングでのポイントは、強くインパクトをするために重心を低くし、肩と腰が開かないように前で打つことを意識しましょう。外野手の白方です。次にスタンドティーの説明をします。スタンドティーはコース別で強い打球を打てるように意識してやっていきましょう。ロングティーでのポイントを説明していきます。まず一つ目は下半身を使い、体全体を使ってスイングしましょう。二つ目はロングティーでも左右にぶれることなくセンターを中心に打ち返していきましょう。皆さんいかがでしたか？この動画をご覧の皆様も今回のポイントを意識して練習を行ってみてください。また私たち香川オリーブガイナーズの2021シーズンが3月27日よりスタートします。ぜひ会場で応援よろしくお願いします。